も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はですね、昨年の紅白に出てまいりましたあいみょんさんの曲、君はロックを聴かない、この曲をこのウクレレを使いまして超簡単バージョンでやってみようと思います。はい、あいみょんさんはですね、もうガズレレ YouTube でももう結構、今までやっているんですけどもね、今回はこの曲やってみようと思います。この曲は嬉しいことに、まあガズレレヒスコード7個でできますんでね、すごい難しいコードと出てこないので比較的簡単にできると思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにして4つ弾きでやった初心者簡単バージョン、後半は16ビットで軽やか、なんかガチャ忙しい16ビットじゃないんです、ちょっとゆったりした感じの16ビットで、かっこいいバージョンも最後やりますんで最後までご覧になってください。さあウクレレで自分の大好きな曲、最新ヒット曲、懐かしい曲、思い出の曲、自分で演奏して弾く弾き語り、これがですねめっちゃ楽しいんですよ。はい、カラオケとはもう全然雰囲気が違います。演奏までこの力とかテンポとかもコントロールするわけですから、この全部を自分でできるっていうね、このしかもこのちっちゃいウクレレですよ。これウクレレね、ウクレレだったらねできますよ。音楽を諦めていたそこのあなた、ウクレレは助けてくれます。ウクレレ簡単なんですよ、ちっちゃいからいつでもねこう触ってられるしね、弦も4本でしょ、で奥も深いんでずっと続けられる人生のパートナーになりますからね、ぜひ皆さん始めてください。そしてですね、今ご覧になっているガズレレ YouTube を見ているだけでね、どんどん上達できます。はい、 YouTube だったらご飯が炊ける間でもスマホでちょちょっとできる、いつでもどこでも旅行中だってスマホでできるわけですからね、しかも無料、これをやった方がいいですよ皆さん、楽しいですからね。でここにリンクあるんですけど、ここのリンク先の初心者レッスンここというところに行って、その動画ウクレレを持ちながらこう一緒にやるだけで、あれ私弾けちゃってんじゃないってなりますから、はい、よかったですね。私もそうやって始めてもらいたくてこの動画を上げてるんでね、もうぜひ始めてくださいよ。はい、じゃあここにリンクありますよ、初心者レッスンのここ行ってらっしゃい、クリック開始。行ってらっしゃい。さてじゃあ早速行きましょうか、君はロックを聴かないあいみょん、まずはシンプル簡単バージョンからやってみます。ワン、ツー、せーの、じゃじゃん、初心者向けシンプル簡単バージョンやってみました。もうすごくゆっくりやったんでもうバラードみたいになっちゃいましたけど、まあこれで歌の感覚と言葉のタイミングをつかんで後半のかっこいいバージョンに、いけるように
まずはここ基本を押さえておきましょう。はい、で、テロップの中のこのコードと歌詞を見て一緒に弾くのもいいんですけど、このようにノートに書いてこれを見ながら演奏するとまたゴーンとね音楽のレベルが上がりますんで、その後はもう覚えちゃうのがいいと思いますけど、まずあの書くのが結構大事だと思います。参考までに書いてください。で、これイントロなんですけど、こうやってぐにゃぐにゃ書いて、これメロディー。で、てて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 とか、これメロディーをこうね、書いてんですよ。まあ、ちょっと参考になれば、参考にしてください。で、ここタッターとかね、下に書いてあるやつ、これなんかメッセージでかっこいいバージョンでやるところですね。はい。じゃあ、まずこの辺。まず1、2、これまあ、A メロを2回繰り返す。この辺からまあメモってってください。どうぞ。やっぱ言葉の乗せ方があいみょんさん、やっぱり独特っていうか、なんていうか、ただものではないリズム感というかね、乗せ方が面白いんで、なかなかこう、ものにするのは大変ですけど、この点で私はリズムを取ってます。はい。ここで、やってみるとわかります。ほっこりとかね、こういう感じですね。はい、一時停止でどうぞ。はい、いいですかね。じゃあ、ここ B メロ、ここが B メロですね。ここもズダダダダ、まあ大体予想つくと思いますけど、決めですね、これは後でやりますけど、今は普通に弾いちゃいました。はい、でここはサビです。ちょっと言葉がいっぱい詰まってるんですけどね。はい、で ここのところでかっこいい盤上でちょっとコードが簡単コードだけど、このワンブロックで4つ弾くっていうところが変わってきます。はい、で、今はこういう風にここでやって終わったんですけども、後半のかっこいいバージョンではもう一回ここでサビ繰り返して、ここ繰り返してまあ終わるというガズレレのオリジナルショートカットバージョンアレンジでやらせてもらう、まあ、もらいます。はい、なのでまあ参考にしてください。はい。では、フルでやりたい方は基本このコードをこうアレンジしていくとできると思います。歌詞を書き足して、どんどんフルで書いていってください。はい。では出てくるコード。はい。さっきも言ったんですけど、コード7つ。C、Am、F、Dm、G7、E7、Em7。はい。ここ書いてあるガズレレ必須コードです。この7個は、ドン、これ、ガズレレ必須コード。これいつも出てくるんですけど、ガズレレ必須コードというのは、超基本入門コード8個のグループを指しております。コードというのはですね、星の数ほどあるんですよ。で、全部覚えようとしたらもうしんどいし、もう無理無理、覚えられないです。なんで、どうしたらいいか。まず最初に、一番最初にこの8個のコード。これ、ウクレレにとってすごく便利な8個のコードってことですからね。これを覚えてください。で、この、ガズレレ必須コード完全解説してる、ものすごく楽しく覚えられる動画を以前私が撮ってんですよ。すごい楽しいですよ、これ。これで、その動画を見ながらガズレレ必須コードマスターしてください。このリンクをここに貼っておきます。ここ。これ言ってくださいよ、これ。ここでコード、8個のコード完全マスターすると、今ご覧になってるガズレレ YouTube で私と一緒に650曲ぐらい一緒にセッションできますからね。8割9割。はい、じゃあやってみてください。じゃあ、こっから、かっこいいバージョン入っていきます。かっこいいバージョン、コード進行ほぼ一緒で、ちょっとささっと説明しようかな。ここタッターって決めが入るっていうところとか、ここもさっきも言ったんですけど、ズダダダダとか決めが入るとか、この辺と、あとはまあこのコード進行がちょっと変わる、この3点が、違うとこなんですけど、ちょっとの分析していきます。で、基本的なリズムは16ビートのチャです。こんな感じです。チャンジャカチャカチャカチャンジャカチャカチャカチャンジャカチャカチャカチャンジャカチャカ。これシンコペーションにならない、まああんまり難しいこと言うとなんですけど、口で言うのがいいと思いますね。 C を押さえといてリズムの練習ですよ。チャジャカパカチャカチャジャカパカチャカチャジャカパカチャカパ。はい、これはですね、一応16ビートのチャというリズムなんですけど、結構シンプルな方の16ビートのチャでございます。で、16ビートのチャっていうのはね、どこで練習するか。はい。ここに練習する場所を貼っておきます。ここのリンク先はですね、ガズレレホームページの中の、ウクレレでできるリズムのいろいろというホームページの1枚なんですけど、そこでね、いろんな弾き方紹介してるんですけど、その中から、16ビートのチャという動画を探して、練習してほしいんですけど、それ16ビートの前にね、8ビートができないと16ビートできないので、まず8ビート、16ビートという感じでやってください。で、チャっていうのはこのチャ。これを打楽器のように使う。チャ。このチャを、これをさっきの動画で練習できますんで、やってみてください。で、じゃあ、決めも一応全部言っておきましょうか。イントロでね、最後ここ G7。読んで字のごとく、ダッ。ダーって弾くわけですね。ちょっともうこうやってみようか。イントロ後半から。でででででででダッタンさん。はい。すごいこういう風に入ってきます。ダッタンです。まず1個目の決め。はい。で、この次の決めは、サビに入る前ですね、ここ。ズダダダダって書いてある。ズダダダダ。はい。ここやってみましょうか。
その後「君は」とブレイクが入ってから入り込む、もう一回いこうか「湧いたメロディーで踊ろうよ君はロックなんか」って入っていきます、はい、でその後コードが変わるところも紹介していくと、サビの中の「ロックなんか聴かない聴かないと思うけれども」っていうところでここの「CG7AmM ここは一個ずつジャン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 弾くだけ、ちょっと一応やってみますか。ロックなんか聞かないと思うけれどもって感じですね。 CG7AmM、 はい、 CG7 ワンブロック4回入って16ビートでこう流していくという感じです。あとはシンプルにいきたいんですけど、ポイントはですね、16ビートのチャーをやってるうちに人間ですね、リズムって速くなっちゃうんですよ、どうしても。なのでエンジンブレーキをかけるようにゆったりこうリズムをこうガッかって踏みしめながら、ゆったり噛んで、あんまり速くない、最初と最後はすごく速くなっちゃうということは、まあ、よくあるパターンなんでね、なるべくゆったり気分でやりたいと思います。じゃあそれではあいみょんの「君はロックを聴かない」かっこいいバージョンやってみる。ワン・ツー・スリー・フォー。こういうバージョンやってみました。歌詞の内容がもうなんかね、こうキュンキュンしちゃいます。ね、ロック好きな男子が女子に聞かせたいのかな、まあ、そんなようなもう妄想しちゃいますけどね。そんなこと思いながらまた演奏するとね、またなんかねいいエネルギーが出ると思いますね。歌詞をちゃんと噛み砕いて弾く、あとねやっぱり16ビートずーっと淡々とやってる感じなんで、速くならないようになるべくエンジンブレーキかけるんですけど、まあ、歌のテンション上がってきちゃうとねやっぱりね勢いが出ちゃうんでね、まあそれも一個のね、まあパフォーマンス、じゃあパフォーマンスなんでね、はい、機械じゃないから、はい、そういう人間味をどんどん出していってもまあいいと思いますんで、とにかくやっぱり思いっきりこの歌詞の内容とこうなんか雰囲気をね、こう音楽は感情表現ですからね、そういうところでやれるといいと思います。皆さんどうもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。あいみょんやってみました。じゃあご案内動画どうぞ、ホームページどうご覧になってくださいませ。ホームページのリンクここに貼っておきます。はい、2019年、いよいよいろんなことが始まりますよ。まず今年第一発、ま、この CD をねまず出してる、これガズさんの CD なんですけど、2枚組で1枚は作品としての CD、 もう1枚はその作品としての CD が弾けるようになるレッスン用 CD、 これ深いですよ、これ面白いです。 CD に関する情報すべてここにリンク貼っておきます。この CD、ぜひゲットしてください。9曲あるんですけど覚えてもらってどうするか。
イベントで一緒に歌いましょう。練習しておいてください。でさっきの CD のところに、全部無料公開で、音源全公開でレッスン動画も上がってますから、はい、どこで目標どこに定める、9月1日に2019年9月1日に日比谷野音でガズレレ、ここに向けてます。ここでこの9曲できればやりたい。さあそれに向けてイベントどんどんやっていきますよ。1月17日はその先ほどの CD、 ガズの CD レッツゴーサイクル、タワーレコードインストアイベント、タワーレコード新宿店ですよ、はい、19時から1月17日待ってます。ウクレレ持って皆さん駆けつけてください。仕事帰りお願いします。はい、そのちょっと1月19日今年初の大イベント、ガズレレ大イベントは大阪から始まります。大阪花博、花博記念ホール待ってます。翌日1月20日は名古屋スーパードライ名古屋、はい、この1月19、20はガズレルダボンボリューム5の先行発売です。よろしくお願いします。じゃあどんどんイベントインフォメーションしましょう。最新情報、1月じゃね、2月の16日は広島行きます、初登場。2月の17日は博多、初めての場所。皆さんお一人様でも大歓迎ですよ。お一人様ね全然大丈夫ですね。お仲間もちろん大歓迎、いっぱい話して一緒にバイバイしましょう。待ってます、お願いします。さっきも言ったんですけど9月1日は日比谷の野音、ちょっとスケジュールを取ってください。よろしくお願いします、はい、そんなことで2019年にモリモリやっていきます。さあくれるでバイバイやりましょう。音楽は聴くの最高だけどやるのもっと最高、これが合言葉です。どんどん弾ける方教えてあげてくださいね。さよならバイバイ、よし